被災前の旧駅舎2013年9月当時の駅、構内2015年9月当時の駅周辺大津駅は、岩手県上平郡大津町本町にある三陸鉄道リアス線の駅である。駅の愛称は、酒と氷炭島の町。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震による津波で大きな被害を受けて営業休止していたが、 2019年3月23日に三陸鉄道の駅として営業再開された。島式ホーム一面2線を有する列車交換可能な地上駅である。新駅舎は氷炭島を模した円形のデザインになっている。モデルとなった島については蓬莱島を参照。復旧工事にあたり、駅舎やホームはすべて新築された。ホームは 被災前の相対式ホーム2面2線から、島式ホーム1面2線に改められ、ホームとの連絡方法も被災前は、古線橋だったものが踏切に改められた。大槌町観光物産協会が住宅する、簡易委託駅。また、自動券売機も1台設置されている。駅舎内に飲食店、時知らずがある。店名は、季節外れに取れる酒の呼び名にかけており、 震災復興のための新名物として考案した荒巻酒ラーメンを提供している。JR 東日本によると2018年度の1日平均乗車人員は73人である。近年の推移は下記の通りである。ありがとうございます。